こんにちは、あやです。今回の企画は納車されたばっかのラブ4で雨漏りはするのか。結構話題になってから、うん、最近いたちょっとね、長く出してたんですけど、ね、もうほんとこの間、うん、もうまだ1週間未満なんですよ、納車されて。そうだね。なんで、もういろいろ改善されてるとは思うんですけど、うん、やっぱね、ちょっと心配なんで、話題の車、うん、ラブ4なんで、はい、その辺を、うん、雨漏りを前回あのラブ4の雨漏り検証をうちのもともと1年前ぐらいに納車されたね、ラブ4の DZ パッケージの方で検証してみたんですけど、はい、これです。そう、やっぱりね、それと同じように、うん、今回はあそこまであの中引っ張って何やってっていうのは分かんないけど、まあ一応検証、こっちもね同じようにやっていきたいと思います。はい、どっちが漏れるんだっけ。前も、うん、後ろも、うん、2つとも出る人もいるらしいし、前だけの人もいるし、後ろだけの人もいるらしいです。あ、そうなんだ。そう、それの理由がここのね、ルーフレールのところの、うん、このつなぎ目っていうかさ、入ってるところが、うん、プラスチックのピンらしいんですね。あ、はいはい、クリップね。そう、クリップなんで、そこからちょっと個体差で車体の隙間ができちゃう場合、うんうん、そこから漏れ出すんじゃないかって言われてるらしくて。なるほど。最初はここをじゃあ取ってどんな風になってるのか見てみたいと思ったんだけど、もし取って次はめ込んだ時にずれたらそれが雨漏りの原因になってしまうんじゃないかっていうことで、そこは危険なんで普通にやって流してどうなのかを見ていきたいと思います。はい、じゃあまずは後ろからやっていこうかな。うん、やばい、今ね、うん、触って思ったんだけど、うん、見て、お、大丈夫なこれ。動くんだ、それ。ちょっと動いちゃう？こっち側？ん？お、あ、でも そこほど動かん。ちょっとカタカタしよるけど。え？漏れたらどうしよう。やばいね。いきますよ。はい。まあ、この辺、一体的にこう、うんうん、そうだね。こういう感じだったり、うんうん、入っていくように。うん。そうしたら私ダダ漏れ。そうだよね。どこら辺にクリップがあるかだよな。そうだよね。でもこの後、うわ、急に水が氾濫しちゃう。水が氾濫。でもこうやってこっちに流れてってるから、うん、多分中入ってるよね、入るんなら。うん、じゃあこれを10分から15分続けたいと思います。はい、なんかずっとつま先立ちみたいな感じだな。すごいふくらはぎがね、鍛えられるんですけど、うん、動かさない方がいいのかな。どうなんだろう。あ、動いてるんよ、私も動いてるんよ。足柔らかいのかな。柔らかいのかな。どうなんだろう。あった？時間経ちましたかね。経ったかな。よし、こうだった。もう外からは全然わかんないけどね。うん、わかんないね、水浸しなだけ。そうですね。じゃあこれで中見てみる、それとも前もやってみましょうか。ちょっと時間を置く。そうだね、染み込むはちょっと時間かかると思うから。そうだね。じゃあその間に前の方も一緒に流してやってみたいと思います。はい、前もね、やっていきます。はーい。前はどの辺なんだろうね。まあでもこっからかけてけば、うん、前まで流れてくもんね。そうだね。さすがに対策品にこんだけあるよったら変わってそうやけどな。そうだね。でもリコールになってないんだよね。多分少人数すぎるんじゃないの、雨漏りしてるのが。話題にはなってるけど、うん、そのリコールになるほどの大量発生ではない。そうそうそう。なんか本当になんていうの、
あの車それぞれでさ、やっぱボネットの地理が違うかったりとかあるやん、そういうの、ね、やっぱそういう感じのレベル、うん、のかな。だってこうなったらさ、うん、逆になっちゃった人ってさ、めちゃめちゃかわいそうだよね。そうだね。そこをもう完全にトヨタさんの保証で直していただけるなら、うん、まあすごく手厚くてありがたいんですよね、うん。じゃあこっちもこんな感じで10分から15分流していきたいと思います。はい。すごい顔に切ってる。ば。雨っぽくない？めっちゃ雨っぽい。もう全体に降らせよる。いやだって雨といえばやっぱ全体的に。そうだよね。ここだけ雨降ってることないでしょ。ない。どんなスポットなみたいな。はい。はい。そろそろお時間でしょうか。はい、経ちました。じゃあ止めまーす。はい、なかなかの大雨を降らしたんですけど。そうだね。さてさてさて。どうなんだろうね。あ、でも動くんだね、微妙にね。そうか、動くのか。うん。まあでも普通にほらゴムがあるからさ、うん、それは普通は防げるはずなんだけど、うん、まあその微妙に入ってくる水がどうなるのか、うん、中を見ていきたいと思います。はいはい、中、うん、何それ、影、え、シミ、影、シミだね。え、もうシミ、シミっていうか、なんていうの、汚れ、汚れっぽくない、なんか線が入ってるね。これをどかすと、うん、あ、こっちなんだ。なんかこの辺にシミが出てきたりとか、うん、ほらルーフレールこの辺じゃん。あ、そこそこそこ。だからそこからこう来るみたいな感じの映像も見たけど、うん、フロントは大丈夫そうだね。大丈夫そうですね。はい。フロントはいけそう。チコもね。うん。平気そう。平気。よし、じゃあ後ろを見ていきましょう。はい。はい。後ろ。うん、なんか出る人はこの辺とか、うん、あー、はい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 、やっぱこのレールの終わりの方から染み出ちゃうのかな、うん、なるほどね。その辺がさ、まあいろんな人が結構いて、いろんな例があって、うんうん、実際にはその多分個体によるんだと思うんだけど、今んところ染みっぽい染みは来てないね。なさそうだね。うん、こっちは？こっちもないね。うん。シミにも濡れも出てきてません。そうです。大丈夫そうです。うん。じゃあここ開けてみようか、ルーフ。うん。エンジンかかってた。はい。じゃあ開けてみようか。開けてみましょう。まあそうだね、ここのところも平気だね。じゃあちょっと開けてみようか。お、水降ってこない、大丈夫。行きまーす。ドキドキ。毛が生えてますね。脱毛してきました。はい。水はうん、大丈夫なんじゃない？全然、うん、うん、怪しい感じのがない、ね、ない、ないない。前にヒヤッとしたのがここのグリス、うん、えって思ったらグリスだった、うん、あ、ほんとね。もう全然いけてるよ、全然大丈夫です、はい。
前の方もね、まあ、ちょっとこれちょっと多分汚れっちゅうことですけど、うん、触った感じも別に湿ってないし、うん、そうやな、うん、後ろも、大丈夫だね。大丈夫だね。よかった、よかった。よかったです。まあ、これがもう今は改善されたから大丈夫になったのか、この答えが大丈夫なのかちょっとわからないんだけど、うん、そこのところはね、うん、実際細かくリコールで出てないからさ、そうだね、どういう内容で実際どうなのかっていうのがわからないところなんだけど、うん、まあ話によると、そこのさっき最初に話したようにこのついてるピンのところがっていう話らしいんだけど、まあ納車されて一応最初にやった検証はこれなんですけど、いや実際めっちゃヒヤヒヤしてる。だって納車されてだよ、うん、すぐにいや漏れましたみたいなのは秘宝すぎるよな。やばいよね、漏れてたじゃなくて、よかったですけど、よかったです、一安心、一安心です、よかった。はい、ということで、うん、今回この車両は、うん、雨漏りの方ね、前も後ろも大丈夫だったんですけど、はい、もう一つ、うん、コメントでちょっと気になることがあって、うん、なんかヘッドライトにも液だれないですか、大丈夫ですかっていうコメントがあって、うん、私もちょっと調べたらそういう例が実際あるらしいんですよ。そうなんだ。そう、でもこれって前のね、うん、雨漏り検証の時にもいろいろコメントみんなくださって、うん、読んでみたら、うん、いろんな車で意外と雨漏りってあるんだなっていうのは分かったんだけど、まあ確かにね、そうだからこのラブボーに限ったことじゃなくって、うんうん、実際そのいろんな車であるとは思うんだけど、ラブボーで今回いろいろ調べた結果、そのコメントにもあったようにヘッドライトにも液だれがあるということで、ちょっとこの車両見てなかったんでチェックしていきたいと思います。ドキドキ。なんか見た例だとこの上の辺からこう垂れてたんだけど、なんか結局あれだよね、曇り止めがなんか乾燥しないまま出荷されてみたいな可能性が、そう、それで出てきちゃうみたいな感じらしいんだけど、一応この車両は綺麗だね、綺麗だよね、うん、何もないです、はい、大丈夫そうです。じゃあ反対は、はい、うん、うん、こっちも一応ないです、うん、ね、大丈夫だね、大丈夫だね、よかったね、まあ、本当はねヘッドライト、私はあのハイブリッドの方のヘッドライトの方が好きなんですけど、うん、ここはこういう感じで D ライトが光るからね、ここのワンポイントだけじゃなくって、うん、でもね調べた、交換したらいくらするんだろうなと思ったら、一つのところで、あのパッと見たところね、1個目のところ22万かかります。おー、たっけーなどんどん高くなるよね、ヘッドライトね、高くなるね、うん、まあ、一応今回はこのヘッドライト大丈夫ということで、液だれの方、はい、問題なかったです。よかったよかったよかった、安心しましたね、うん、じゃあまあ不具合車両じゃないってことね。そうだね、うん、今のところは、うん、まあもうそんなこと言ったらね、いろいろとか年月乗ってけばいろいろ不具合出てくると思うんで、はい、まあ可愛がっていろいろカスタマイズしていきたいと思います。はい、これから楽しみだね、楽しみだね。まず何する？まずは、うん、まずカスタマイズする前にやりたいのが、うんうん、今ある GZ パッケージとの比較。あー、なるほどね。そう、同じガソリン車なんだけど、うん、やっぱカラーとかもいろいろ変えたから、うん、その辺がどう違うのかっていうのと、うん、あとはあの時に買った、社長は GZ パッケージで一番一応高いグレードのやつを買ったんだけど、うん、でオプションもいつも通り、モリモリフルフルオプションみたいな、フルフルオプションで買って、うん、これも結構フルフルオプションで買ってるんだけど、そうだね、その時とフルオプションで何がどう違うのか、うん、今はつけられるもの、あの時はつけられなかったもの、ここが変わってる、そうじゃない、ここは一緒だねっていうのとかもいろいろ比較して、うん、最近よくやってる比較をね、やっていきたいと思います。はい、基本的には私の代名詞シートカバーがもうね着々と進んでるんで、そうなんですよね、つけていきたいなと思ってるんですけど、うん、何色にしたの？美味しい感じ、美味しい感じ、なるほどね、美味しい感じにしました。シエラは結構美味しい感じの色じゃなかった？あれだいぶファンシーに振ったよね。ああ、確かに私が好きな色で組み合わせたら、うん、私が好きな色ってファンシーだったんだってあの時改めて形になって思ったけど、おもろっていう感じで、これからもねこの
ラブフォーアドベンチャーを使っていろいろ動画を出していきたいと思いますので、はい、ご期待お楽しみに。